ただこれ一つですね、これ注意事項がありまして、どうも皆様こんばんは、セゴリタ3世でございます。さあ今日はですね、 iOS16.3 そちらのアップデートがありましたので、果たしてどういった内容だったのか、そちらをですね分かりやすく解説していきたいと思います。 iOS 以外にも iPadOS であるとか Apple Watch とかですよね、そういったものにもアップデートはですねしっかり入るようになりました。全部ね一応周りアップデートしてみたので、果たして何がどう変わったのか、何が新しく追加されたのかも含めてですね、あとガセネタがちょっと出回ってたりとかもするので、その注意喚起も含めてですね、詳しく動画で言っていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。というわけで、行ってきましょう。まずね、今回のアップデートの中で、まあ、最もわかりやすいものがですね、壁紙です。壁紙がですね、新しく追加されるようになりました。見方はね、すごく簡単で、設定画面から壁紙、あ、なんだけど、まずね、これやる前に、バックアップ絶対取ってくださいね。他のアプリケーションが邪魔してですね、ずーっとリンゴですよ。そこからですね、脱出できないっていうことも可能性として考えられるんで、アップデートは自己責任。そして必ず、バックアップを取るっていうことはですね、もう、お約束として、僕と皆さんとのお約束としてですね、捉えていただけるとよろしいかなと思います。こんな感じですね、壁紙カスタマイズできますよってなると思うんですけど、ここですね、新しい壁紙を追加です。ここを押すと、はい、いろいろ出てきました。おすすめとかですね、まあ出てきてるんですけど、その中にユニティ、これですよ、ユニティですね。ババンと出てきます。黒と赤と緑ですね、この3色です。こんな感じで変更することができるようになっています。これはですね、黒人歴史月間なんですよ。2月っていうのは黒人歴史月間になっています。黒人はね、今までですね、虐げられたりとかですね、奴隷制度とかあったじゃないですか。でそれをですね、リンカーン大統領ですよ、人民による人民のための政治ですよね、そちらを訴えた方ですけれども、そちらの誕生日が2月であったりとか、あとフレデリック・ダグラスさんっていうですね、元奴隷でですね、奴隷制度廃止の運動家ですけど、その方の誕生日も2月なんですよ。なので2月は愛のある月間として、黒人のですね歴史月間としてなっています。日本ではねあんまり馴染みないですけど、なので黒人の方がねデザインしたっていう壁紙がですね、このようになっています。他にもこんな感じですごいカラフルなものもあるので、どれかしらね自分の気に入るものですよね、バッとこのように変えていただいて使っていただくのも楽しいかなというふうに思います。あと絵文字だけの壁紙ですね。これはまあ前からあるんだけど、すごい可愛いからこれもおすすめですよすごいいろんな壁紙があるんだけど、大きなね、まあ、アップデートの一つがエンド2エンド、そちらがですね強化されたという形になります。エンド2エンドとは何ぞやと、まあ、なんとなく聞いたことあるとか、この文字見たことあるなっていう方もいらっしゃると思うんですけど、エンド2エンドの暗号化っていうのはですね、まあ、一つのデバイスですよ。例えば PC、スマホ、タブレット、いろいろありますけど、送ってその相手方も暗号化されているから、その送った先でしか解除することができませんよっていうのをエンド2エンドっていう風に言います。例えばメールとかショートメッセージってあるじゃないですか。あれってね、理論上はね誰でも見られるんですよ。入っちゃえばね、パンってそこに入ってしまうと、特に暗号化をされてるわけじゃないから、内容がどういうものなのかっていうものがバーンと分かってしまいますよっていうものです。なんでセキュリティレベルとして、メールとかショートメッセージサービスっていうものはレベルが低いものなわけですよ。それをググッとアップデートしたものがエンド2エンドっていうことになるわけですよ。じゃあアップル製品ですよね、 iOS、 iPad とかですね、そういったものの中で一番ですね見られやすいもの何かっつうと iCloud ですよ。 iCloud っつうのはサーバーにバーンとデータがね飛ぶっていうものですけど、そこはしっかりですねエンド2エンドで暗号化されてないと誰でも見られるわけですよ。それで写真が流出したとかっていうのは、まあ昔ですよね、海外セレブの方々とかそういうのがねすごく被害にあったりっつうのがあったんだけど、それがググッと強くなったっつうことですよ。でこれね特にね、まあ難しい設定とかはなくって、まあどういう風にやるかっつうと、まず設定からですね、自分のアイコンですよね、名前のところをクリックすると iCloud っていうのがあります。ここを押すと下にですね、高度なデータ保護っていうのが出てきました。これがエンド2エンドです。
これですよ。高度なデータ保護。 iCloud はデータを暗号化して安全に保持します。高度なデータ保護ではエンドツーエンドの暗号化の使用により、リストされている iCloud データタイプが信頼するデバイスでのみ復元可能になると。もしクラウドでデータ漏洩が起きた場合でも、あなたの情報は保護されるんですよと。具体的にどういったものなのかっていうと、デバイスですよ。あとメッセージのバックアップとか、 iCloud ドライブ、メモ、写真とか、あとはウォレットパスとかですね。すごく大事なものですよ。それががっちり保護することができるようになると。ただこれ一つですね、これ注意事項がありまして、 Apple はデータを復旧するのに必要なキーを保有しないので、アカウントに万が一アクセスできなかった場合、復旧方法に従って検証を行うように案内されます。つまりわかんないんですよ。要は設定した本人、僕ですよね。まあ、僕が設定した場合は僕しかわかんないわけ。なんか忘れちゃうとアウトなんですよ。エンドツーエンドってそれが漏洩しないようにっていうのが大切な目的だから、やるかやらないかはもちろん個人の自由になります。例えば会社とかですよね。あとはまあ学校の生徒の成績とか、先生がそれやってるとかは、まあまああんまりね、 iCloud にね自分の生徒のデータ残すってしないと思うんだけど、わかんないじゃん。何に使ってるかわかんないですよねっていう場合には、これを使った方がいいですよっていう風にはなるわけです。でアカウントの復旧もですね、設定するっていうことができるんで、高度なデータ保護をオンするには復旧用連絡先または復旧キーが必要です。デバイスパスコードを使用してデータを復旧することも可能っていうことなんで、これの解除ボタンであるとか、そういったものを知ってるよっていう場合には、それを復旧キーとして使うっていうこともできると。なんで頻繁に画面ロックを解除したりとかして忘れちゃったっていう場合は、もう目も当てられないということになるので、この辺はね注意して使っていただくとよろしいかなっていうふうに思います。他にもですね、ホームポット第2世代ですよ。今度2月3日にね発売しますけれども、そちらに対応したということにもなっているので、使用する予定がある場合ですよね、このアップデートをしてないとホームポットの第2世代は使えないと。僕がねせっかく買ったのに全然できませんよってことになっちゃうんで、このアップデートは必須ということになりますね。それと緊急 SOS 長押しして通報が、長押ししてから話して通報に変更になった。緊急 SOS を呼ぶほどじゃなかったとか、あとはまあ座ってる時とかですね、まあなんかの時にずっとボタンが触れていて、で緊急 SOS になっちゃったっていうのがね、まあまああるっぽいんですよ。長押ししてから話して通報っていうことになったんで、グワッとスライドするっていうこととかね、まあがないので、緊急 SOS するっていうことがぐっとなくなるということです。あとはロック画面の壁紙がですね、真っ黒になってしまうとかっていうものが修正された。これね、カメラかな、カメラで撮影した直後になんかこんなようなことが起きたような気がする。あとですね、 iPhone 14 Pro Max のスリープ画面中にですね、横線が一時的に表示される問題とかっていうのがあったんだけど、そんなあったかな、俺全然わかんないんだけど、横線なんか表示されたのが全然気づきませんでしたね。そういったものもあったりとか、ホームのねロック画面ウィジェットに正しくですね、このウィジェットが表示されないバグがあったみたいなんですけど、それは改善ですね。あと Siri のミュージックリクエストですよ、そちらがうまくいかなかったり、カープレイとかもちゃんと直るようになったというのが今回のアップデート iOS です。あと Apple Watch ね、 Apple Watch にもですね、そのアップデートがあったんで、そちらですよ、同じく壁紙ですね、そちらが追加されるようになりました。ここですね、文字盤ギャラリー見ていただくと、コミュニティモザイクっていうのがですね出るようになっています。ここポチを押すとこんな感じですよね。さっきと一緒です。黒人歴史月間ですね、そちらを記念したものっていうことで、このようにまあ選べるようになっていると。でユニティ見るとですね、他にもいろいろあって、この時計とかね、すごいかっこいいですよね。アナログ時計に光るっていうものですよ、ユニティライト。これはねめちゃくちゃかっこいいんじゃないかなっていう風には思いますね。入りました。おーおー、かっこいいかっこいい。あ、例えばこれあれだね、時間帯によるね、時間帯によってかっこよさって決まってくるかなっていう感じですね。でもね、すごくこうかっこよく使えるものになるので、2月からの黒人歴史月間に合わせてですね、そちら使ってみたいっていう場合にはこちら行けるようになったということです。あとね、デマね、新しい絵文字が追加されたみたいなものがツイッターに出回ってるんですけど、あれは違いますよ。絵文字ペディアっていうのがあって、こういった絵文字をデザインしたんですけど採用されるといいですねみたいな、そんな感じ。なんでこれが追加されたんですよの確定情報になったのか、ちょっとなんとも言えないんだけど、絵文字が追加されたであるとか、そういったことは記載されてはいないんで、追加されてるものは壁紙ですよね、あとはエンドツーエンド、あとは細かいバグですよね、そちらが修正されたということになります。
はい、そんな感じ。 iOS16.3 の説明いかがだったでしょうか。昔はさ、携帯買ったらその時はピークだったから、あとはどんどん型落ちになっていくっていうのを待つだけだったけど、アップデートがあればね、どんどん変わっていくっていう世界を楽しめるから、スマホならではの楽しいところかなっていうふうに思います。ただね、古いデバイスを使ってるとどうしてももっさりしてきちゃうとかっていう問題もあるので、どこかでね、まあ、デバイスとはですね、もう交換をしなきゃいけないって時は絶対来るんだけど、でもそういった世界をちょっと見るっていうことができるようになるのは、令和最新版な感じがしてすごく楽しいかなっていうふうに思っています。それと僕の動画コミュニティ欄から随時お得な情報を発信しています。チャンネル登録していただきますとコミュニティ欄見られるようになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、楽天ルームのフォローもお待ちしてますよ。それとこの動画が面白いと思った方高評価、皆さん今回の追加された中で何がお気に入りですか、ぜひ下のコメント欄に書いて教えてください。というわけでまた明日、じゃあ。